なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。新しい物語のスタートです。異世界のんびり農家39、ため池の改良と神様に感謝40、エルフ追加、朗読を始めます。異世界のんびり農家、ため池の改良と神様に感謝。春の風物詩と俺が勝手に決めた座布団の子供たちの旅立ちを見送った後、黒たちの角の生え変わりが始まった。その後はパートナー探しか。うーむ、すごいことになるぞ。現実は見つめないぞ。ため池の改良をやってみる。現在は水源の滝から水路を通り、ため池まで一直線だ。なのでゴミが水路に入るとそのままため池に入ってしまう。ゴミなら拾えばいいが、生き物だった場合は困るかもしれない。それを防ぐため、ため池の前に貯水池を作り、ワンクッションを置くことにした。ため池は逆ピラミッド型で、中央の深いところで5メートルぐらいあるが、貯水池は均等に50センチぐらいにする。これでゴミなり生き物なりが流れてきても、貯水池でブロックできる可能性が高くなる。もちろん貯水池とため池の間に柵が必要だ。金網が理想だが、そんなものはないので竹を並べて作った柵にする。良い感じでゴミを防いでくれるだろう。同じように排水用の水路も改良する。風呂の排水を流す水路に排水プールを作り、そこにスライムを入れて水を浄化している。同じ仕組みをため池からの排水路にも設置した。これは水をきれいにするのと、ため池に落としたものを川にまで流さないための措置だ。ため池と新しく作った排水プールをつなぐ間にも竹の柵を設置する。これはゴミの逆侵入防止用ではなく、スライムを排水プールに止めるためだ。そういえば気づけばスライムはそれなりの数に増えていた。今では勝手に移動しているスライムをよく見る。勝手に移動しているのを最初に見た時は焦ったが、スライムが自主的に必要な場所に向かって移動するだけで無害だと判明したので放置している。時々色の違うのが混じったりしているけど、問題はないと思いたい。なんだかんだとやっていたら、黒たちのパートナー探しの時期が来てしまった。しかし今年はほとんど旅立たなかった。現在いる者たちでカップリングが成立したらしい。良いことなのだろうか。まあ良いとしよう。代わりと言ってはなんだが、リアたちと同じように森の中を放浪しているハイエルフたちに対して、ここへの移住を誘う一団を派遣することになった。行くのはリーフとラーサの2人に、護衛として黒たちの子供を10頭。どんなに遅くなっても冬までには帰ってくる予定だ。同時に新しい者たちを受け入れるためのログハウス作りも進められる。なんだかんだで忙しい。酒用のブドウはあっという間に収穫の時期を迎えた。収穫したのでワイン作りに挑戦してみた。古い方法だと足で踏むらしいが、個人的に食べ物を足毛にするのは NG。 なので素直に石を削って作った臼で粗く潰す。潰した後損に収めて保管。これで終わり。本当にこれでワインができるのか不安になるぐらい簡単。簡単だが量が量なので非常に大変だった。仕込んだ酒は人が入れるぐらいの大樽で16。全部を同じ作り方で作って失敗すると悲しいので、樽ごとに潰し方を変えてみた。うまくいってほしいものだ。問題、酒用のブドウ畑をどうするかだ。いつもならまた耕して同じものや別のものを作るのだが、酒がうまくできるか未定の状態で、酒用のブドウを作り続けるべきだろうか。食料の保存を考えれば、小麦や大豆、米やトウモロコシの方が良いかもしれない。悩んだので皆に相談してみることにした。酒用のブドウ畑で意思が統一されていた。ワイン期待しています。早く飲みたいですね。試飲の時は呼んでくださいね。私ワインにはうるさいわよ。ふふふ、あの量なら結構飲めますよね。樽作りなら任せてください。
全員酒を求めていたらしい。どうなるかわからないが、酒用のブドウ畑を作り続けることになった。畑はブドウ畑だけではない。小麦、大豆、稲、トウモロコシと穀物類を収穫した後、人参、じゃがいも、大根、ニンニク、玉ねぎなどの根野菜の収穫。この辺りの区別は座布団の子供が収穫できるかどうかで分けている。座布団の子供たちはハサミがあれば可能な収穫ならできるが、釜が必要だったり力が必要だったりする収穫は厳しい。なので座布団の子供たちにはトマト、キャベツ、かぼちゃ、きゅうり、ナス、そして果実系の収穫をメインに任せている。オレワ人の手がいるほうれん草、サトウキビ、お茶を収穫した後、油菜を収穫して油を確保する。人手が増えたのは本当にありがたい。消費も多くなったが、万能農具のおかげか、成長の早い作物のおかげか、今のところは飢えるということはない。感謝。そういえば、いろいろと作物に関して実験をした。俺が作った作物は他の場所で育つのかだ。玉ねぎで実験してみた。結果、俺の耕した場所でなら育つが、それ以外の場所だと腐った。玉ねぎを水だけで栽培してみたが、これはうまくいかなかった。芽が出た後すぐに腐ってしまった。俺のやり方が悪いのか、水が悪いのか、ともかく万能農具がなくても俺が耕した場所であれば育つのが分かったのは大きい。ただ成長速度は遅い。遅いが、それは俺の知っている作物の成長速度。つまり作物の成長が早いのは万能農具のおかげなのだろう。改めて神様に感謝。ちなみに万能農具で育てた果実系は実をつけるまでの成長が早く、実をつけた後の成長は普通の成長になるようだ。異世界のんびり農家、エルフ追加。今年の黒たちの出産は半数程度だった。妊娠しなかったものがいたのだ。これまでほぼ 100% だったので少し驚いた。自分たちで出産調整するのだろうか。ユキも今年は産まなかった。それでもそれなりに増えるので、犬エリアの拡張と長屋を新しく作る。犬エリアは寝床にしているエリアの東に畑4面 ×4 面の 200m 四方。黒たちが大きいので前々から少し手狭な感じがあった。ただ犬エリアは寝るための場所になっていたので、それほど慌ててなかった。犬エリアを東方向に同じぐらいの大きさ広げる。これで犬エリアは畑4面 ×8 面。またしばらくは大丈夫だろう。黒たちの出産が終わり、子犬たちに角が見え始めた頃、森の中を放浪している他のハイエルフたちをここに誘うために出ていたリーフとラーサ、そして護衛の黒たちの子供が帰ってきた。同行者が予想以上に多かった。8グループ、42人のハイエルフ。全員、女性でリアたちと同じ年代らしい。ハイエルフは女性だけの種族なのだろうか。集落が攻められた時、男は戦い、女は避難しましたから。なるほど。それでも男の子供がいても良いと思うが、避難した者のうち年配の者と子供は他の部族のもとへと移住しました。他に行くところがあるなら、お前たちはなぜ行かなかったんだ。他の部族のもとに行くということは、行った先の部族の下につくことになります。そうなると、その女性の扱いが良いわけではないので。ああ、それで彼女たちの中で若い女性たちだけで放浪を続けていたわけか。森での放浪生活より他の部族のもとに行った方が辛い生活だと。ここでの定住を許可していただきありがとうございます。いやいや、やることはやってもらう。遠慮するな。それより家を用意していたが数が足りない。作るのを手伝ってくれ。予想では10人、多くて15人ぐらいだろうと思っていたので、完全に住む場所が足りない。家の建築が急いで行われた。落ち着いたら
あの42人も俺の寝室に来るのだろうか。リア、ハイエルフの男がいるなら、ここに連れてくることを考えようか。ああ、村長。村長の言っているハイエルフの男が、他の部族のもとへ移住した子供のことでしたら、厳しいかと。どういうことだ？移住した先の部族の集落も、人間によって滅ぼされましたので。そうか。すまない。悪いことを聞いた。いえ、その部族も一部は私たちと同じように避難し、そこで私たちの部族の男も保護されていると聞いています。向こうにとっても貴重な男なのでしょう。なので、それを返せというと争いになるかと。空気が悪いので、話を変える。ハイエルフの代表を決めてくれ。数が増えたからな。それでしたら、私が務めることになっています。リアならやりやすくて助かるが、新しく来た者たちは納得しているのか。大丈夫です。すでに格付けは終わらせています。格付け、詳しくは聞かないでおこう。そうか。とりあえず、新しく来た者たちが馴染めるように手配してやってくれ。承知しました。なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。新しい物語のスタートです。異世界のんびり農家41、3杯目の天丼、フローラと鬼人族メイドと牛42、ティアが出かけて冬が来る、朗読を始めます。